あ、大悟、大悟来ました。ついに大悟来ました。大悟ウマハラ、大悟ウマハラ来ました。梅原がワンピーガーです。俺は梅原勝つと思います。相手の選手誰か分かりません。梅原対ガエル対ホンダですかね、これ分かんないけど。技のデパート、これ舞の海マジで。バイソンくさー、勝てよー。 I have cock って言えよ。 I have cock って、これは勝てるぞ。バイソンはやり込んだよな。馬原頼むぜ。ジョンログ知らんね。あ、いいねいいね。あ、中足空振ってる。こいつ知ってるぞ。このバイソン知ってる。このバイソン知ってるぞ。気をつけろ。中足空振ってた。中足空振ってるの結構きついぞ。やばいぞ。こいつ分かってるわ。グラウンド当ててくるのマジで。これ気をつけろ。あ、こいつ分かって、こいつ強い。ちょっと待って。こいつ強いぞ。梅原気をつけろ。いいね、大足。はい。反応できないとこで。大足は飛んでこない。いいよ。体育出ない。しょうがない。いいね。その投げ抜けの後のね、リバースピーかなり強いんだ。中足が、ああ、美味しい。ぶっ放してくる。ぶっ放してくる。美味しいぞ。差し返してこない。いいぞ。いいよ。リバースピーに差し返してこない。いいよ。空振って。お、うまい。コマンド止めて。中断！大丈夫。死なない。死なない。シフト。ああ、シフトは、大悟、馬原、シフトは俺によくやっとったかね。シフトから最大やっとったかね。俺みたいな甘えるタイプが。あー、ぶっ放してくれ、相手。歩き台形、いいね。相手も結構強いわ。あー、うまい、分かってる、相手うまいぞ、これ。でも気づいたと思う、相手。結構やるぞって。いいよ。うわあ、いいね、サマー。はい。確定。あ、いいね、はい、確定、はい。ソニックブー、ソニック。確定、はい。あ、いいね、確定だぞ、お前、それ4くれ。中足確定して。ナイス、下段。中段！あ、終わった。やばい。うまはら、やばい。うなずいてる相手、しかも。すげえチラチラ見てる、梅原のこと。すげえチラチラ見てた、今こうやって。梅原倒してくれ、そいつ、舞の海。梅原、前、その舞の海絶対倒せ。チラチラ意識しやがって、絶対倒せ、そいつ。大丈夫、そいつ俺ぐらいだから、言っても俺ぐらい。いいよ、そう攻める感じでいけば。いや、大丈夫、空振りさしてこないから。基本的に空振りさしてこないから、安心。空振りさしてこないよ。中足、あと中足がいいと思う。中足がかなりいいと思う。よ。いやー、威力がやばい。ナイス。そう、んで、サマソ。投げて、はい、削り通り、はい、削り通り。はい、ナイス。完璧。だ、基本的に差し返してこねえから、差し返してこねえが、適当に技を置いてくるだけだから、差し返してこねえから、置いていいぞ。ガンガン置いていい。そう。差し返してこねえから。全然差し返してこねえ。中足がいいと思う。しゃがみこば絶対知らねえ、そいつ。しゃがみこばの差し返してこと絶対しねえから、中足でいい。基本的に全部中足でいい。中足で。全部中足でいいよ。サーマソができんか。おいしい。あー、やべ、いいと、うおコンボやってこいつ。はい、サマソ、いいよ。いいね、ソニック。体育もぬるいよ、体育も先端飛びいいよ。あ、これやばい。絶対補正切ってくる、絶対シフト。シフトじゃない、男。おい、いいよ、マジで怖い。体育全然出してくれないから。で、先端飛びはジャックスマなんだけど、絶対難しいから、中盤だと絶対ジャンプだけ勝つから。いや、怖い。思い出した？バイソン思い出した？てか、サマー打ちすぎじゃない？シフトでもいいよ、たまに。シフトでいいよ。いいよ、そう。
そうそう。いいね。はい、いいね。いいね。はい、確定。いいね、いいね、いいね。はい、ナイス。はい。はい、終わったー。ダンダン、ダンダン、ダン、サマソー。はい。しょうがない、大丈夫、ここから大丈夫。はい、ナイス。それやってる、それ大丈夫ね、飾らってない、ちゃんとダイゴさんやってる、さすがです。俺がちゃんとやっといてよかった。いいよ、はい、いいよ、おいしい。そう、攻めて、はい、ガンガン攻めて。そうそう、遠距離技ないよ、遠距離技ないよ、ダイヤ差し越してない。はい、おいしい、おいしい、おいしい、大丈夫。はい、オッケー、サマス、サマス投げちゃって、暴れてくる、関係ない関係ない、シフトから。いいよ、はい、大丈夫、安い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 、そうそう、いいよいいよ、安い安い安い、はい、いいよいいよ、強引に来るよ、強引に来るよ、 EX ロイドから中の、はい、強引に来るよ、いいよ、止めてる、いいね、いいね、はい、プラスプラス、はい、ちゃんとちゃんと、いいね、飛び、ナイス、早め投げでよかったね、飛び、はい、よこせ、サイダイヤシー、ダイヤシー、チッチッ、よしよし、梅ちゃん勝った、よーし、おめでとうございます、梅原さん、おめでとうございます。うー、怖かったね、怖かったね、梅ちゃん、舞の海強えんだけど、マジで、あぶねあぶね、舞の海やりおると思って。でも梅原もすぐ気づいてたね、あ、こいつ差し返してこねえ、あ、全然大丈夫、あ、差し返してこねえ、あ、こいつ詰めれば大丈夫だな、あ、こいつ待ってるタイプ、あ、押せば勝てるね、で、押す練習したもんね、押す練習したからガンガン押してね、あ、先端飛び、あ、対空出してくれ、あ、ジャックスマナー、あ、安心安心っつって、さすがの対応でしたね、はい、さすがでした。ただちょっと V シフト使って、中段には V シフトから最大やってたんだから、もう EX サマーでめんどくさい、あ、てかやっぱ難しいのかな、多分ブレスだと難しいのかな、フレームが違って、いや、ちょっとあれできないわって感じで、もう EX サマーにしたんかな。通常技対空も潰れまくってたね、本当はサマソがいいんだけど。ちょっとね、2フレぐらい違うと相当違うからね。マジで危なかった。怖かった。いやー、でも本当やっといてよかった。完全にアイハブコグだったね、今。うわっ、フェノムとプゲラ、めっちゃ面白そう。はい、予想始めまーす。フェノムとプゲラ、めっちゃ面白そう。ごめん、ノビ頑張れよ、ノビ頑張れよ。お前ならいける。大丈夫。あそこ逆転したから多分いけるね、ノビ。多分いける。あれまくったの相当すごいよ。あれまくったの相当すごい。あ、プケどっち？左。プケが 2P。プケ 2P。プケが 2P。1P がフェノム。プケ 2P だよ。プケ 2P。プケが 2P です。うわー、ちょっと待って。おい、1P のフェノムが 59% になっとるぞ。プケが 2P だぞ。逆に入れちゃった。あ、先に言ってくれよ。いや、この流れ見てる人、分かる人、もう分かってほしいんだわ。しょうがねえんだわ。予想やしてこう。え、プケ何使うんだろう。いや、でもネカリだったらバイソンでいける。うん、いけるようになったん。でもネカリがだいぶいけるようになったんだけど、まだバイソンにちょっと有利だと思うけど、ただ清掃を見て短波を出せればの話なんだけど、清掃を見て短波がね、ちょっと難しくなったんだわ。だからちょっときついんじゃないかなっていう。その PS でできるか、でも関係ねえ、プゲならそういう戦いがしねえから、大丈夫、いける。そもそもがネカリが触れる技ないから、置き技しかないから、置き技に引っかかんなければいける。マジで置き技しかないから。ただカックハンがね、コパンタックルがつながるようになって置き攻め入るようになっちゃったから、それがまずいんだわ。頼むぞ。で、置いてるでしょ、置き技しかないから。ち、チュースを当てる、いいね、いいね。あ、レベル、いいね。はい、おいしい、はい、はい、おいしい、いいよ。走った、これ、これかなり、あ、いいね、発動できる、あっち来た、いいね。単発使う、ペイントに対してだったね。危ない、確定しない、危ない、投げ抜け、ナイス。
やばい。あ、ナイス投げ抜け。EX それと。EX V V リバス、はい確定。いいね。いい、うまー差し返しだったぞ。さすがっす。はい、おいしい。フェナも結構ね、勝利権打ってくるから気をつけてるね。プゲラ分かってるね。セイスも見てから単敗やらないんだけど、ちょっと難しいか、やっぱさすがに。今 EX グラウンド入れなきゃあかんぞ。アクス読んで後ろにやったね、セイスも。やるね。はい、おいしい。すぐ貯めて。爆生。あー、やばい。もう短波外していいからね。もう短波使えないから。V トリ中の性質もね、見てから反応できない。いや、よし、いいよ。はい、V リバー。あ、おいしい。いいよ、嫌がらせしてる。あ、有利来る。いいよ、EX、EX、ケッキに対して V リバー使おうか。EX グラウンド。はい、おいしい。フェノムがバラしてくるんだよね。いいよ、プゲラ、いいよ、プゲちゃん、いいよ、プゲちゃん、いいよ。プゲちゃん、いいですよ。プゲちゃん、いいですよ。最高です。戦い方が安定してるよね。ただ、結局、くっついた時に何かやらされてるから、そこのタクでぶっちゃけ勝ったから今勝ったけど、さあ、どうするか。フェノムね、パラすのは知ってるからね、さすがです。絶対、大き攻め、ほとんど重ねてなかったもんね。ここぞという、肝ポイントは。いいね。さあ誰使う？カリン。カリンか。まあ、カリンのこれがね、アホみたいなやつです。中足が強いとかじゃないんです。タッチチューパン、アホみたいに強いんで、チューパン連打されるだけでかなりきついです。チューパンに対して差し返す技がシャミチューパンなんだけど、マジで相性が悪くて、こっちも勝てるんだけど、後出しで。かなりきついんで、そこどうするか。でも一応カリンに対して V スキル2を使ってると思うんだけど、あのプゲラは V スキル2だったら結構嫌がられます。ダストさえ持っちゃえば。これ中足とかね、シャミチューパン全然大丈夫。タッチチューパンがアホみたいに強いんだよ、マジで。あで、ダイパー、タッチチューパン置いてるでしょ。タッチチューパン置いてたでしょ。かなり置いてるんで。あー、もう走ったら終わる。あー、いいよ、おいしい。やばい、あぶれ、おいしい。シャミチューパーの後の中足がかなり強いんで、うまい、よく賢いじゃん。あー、しゃーない。早い。いや、確認してんのかな、入れ込んでるじゃん。下がるんだったらこれね。はい、おいしい。投げて、はい、画面中央取って、これシャミチューパー当たれば引っかかったら勝ちだよ。まあ、全部仕込んでるね、シャミチューパーに。 EX ストレートでぶっ放して投げもいいけど、あ、これ投げられるでしょうね。しょうがない、これはしょうがないんだ。これマジ強いね、ダイヤシが。うちに行ったね。はい、発動して。橋まで行こう。橋まで行こうか。橋まで行こう。橋持っていこう。あいえ、狙ってたね、バックスから。なめるなよ。プゲラをなめるな。でっから。バックスして。あー、いい、しょうがない。まだパンチ来たの、同じように。肝ポイント。重なってる、いいね。プゲラがスピード上げてる。いいよ、これが緊張感だ。これがプゲラなんです。あ、うまい、仕込んで。うわ、すごい強い、すごい強い。はい、暴れて、ワン、ツー、スリー。あ、そうだ、マイナスになっちゃったんだね、これね、今回から。あ、V リバカ、V シフト。あ、終わった。2回、2回で終わりです。あるあるある、全然ある。あー、いった。ダイヤシはやりすぎただろ、フェノム。プゲラナイス、確定でした。それはまずい、ダイヤシはまずいです。 EX スルードから EX スルード入ったからね。いや、フェノム倒したでかいね、フェノム倒したでかいね。カーナ来た、カーナ来た、カーナ来た。
相手誰だこれ、わからん。ダルシム、うわー、ダルシムっていけんの、まあ、やってっから大丈夫か、さすがに。モチさんとかな。ワンピーツーピーはカメラが逆に判定になってるんでしょうがないです。ダンカ・ディラス強そう、まあ、ここに来るだけでも相当強いですね、ぶっちゃけ。まあ、弱いやつはもう出てこん。ああ、めくりおいしい。投げ、まず、そうだね、まずは投げでゲージを貯める。おい、投げの逆タックスすごいぞ。なんか気持ちよくやってくるぞ。気持ちよくやってくるぞ。気持ちよくやってくるぞ。なんで食らってんだ、それ。あるぞ。投げて、はい。いや、これきち。投げて、はい、おいしい。でも CA ではいけるよ。大球 CA でいける。あー、めくりー。スライディングなんで仕込んでなかったの、ジャンプ大球にな。仕込んでなかった。コパン仕込んでれば、今、川中サボったね。ダルシム戦はあれ仕込まなきゃいけないから。おいしい。はい、カウンターくらいしっかり。チャーン。逆タックルぞ、攻撃もしろ、打撃。いいよ、当ててる。あ、おいしい。はい、これ知らんか、これ知らんっぽいぞ。はい、いいね、はい、いいね。多分P勝ちです。EX 使わなかった、死ななかった。まあそうだ、ゲージが欲しいんだろうな、多分な。今 EX 氷を画面端で当てた瞬間に結構勝ったし、あと EX シャカシャカ始まらないと氷ってマジできついから。EX1 ゲージ欲しいんだろ、枚数2回か投げ。ちょっとやりすぎたか、かなりやりにいってるな。しょうがないんだろうな、もうこれプレスだから。ある程度ぶっ放して。あー、確定できない。三丁下げようか。おいしい、差し返し。投げて、はい、投げ抜け。そうだね、投げ抜けで読み合ってるね、いいね。さあこれなんで、これスライディングだといけるのか。グラップした、ついにグラップし始めた。やる、やばい。ナイスナイスねじ込んだ、ほら、当てみちゃん、これ川のねじ込んだ、いいぞ。ねじ込んだ、危ねえ。当てみやって、当たんなかったら死んでた、危なかった。ガードされたら負けました。今ね、あの当てみガードされたら死んでました。よーし、よくやった川野。はい、ダッシュ、はい、いいよ。暴れるのだった、ついに。やはり下段。うわ、次投げ、うわ、タクが多い。いいよ、いいよ、おいしい。サンチ下げて、おいしい。はい、確認してからシャカシャカポン。さあ、いいけど、中大でポンでいけるよ、発動できるよ。中大ポンでいけるよ。あ、しょうがない、これ、これしょうがないか。これ、白ゲージ取れる。あ、重ねて、はい、重ねて、シャカシャカ、すごい白ゲージ溜まってるけど、しょうがないけどね。タク、タク、グラップ、やばい、白ゲージ稼ぐ。あ、あ、う、う、う、焦るな。ナイス、なんか当たった、氷が当たります。氷を下から失礼。下から氷。いいよ、いいよ、カーナさん。リーチだよ、リーチだよ。カーナ、落ち着け、落ち着け、落ち着け。あー、コパンが出ない。いつもだったら止めるのに。やばい、これリーチ。あ、お、グラップ。プーリバ使わない。あー、下段。これは強い、相手。相手強い。ラッキーパンチが2回ぐらい当たったからね。さすがにちょっときつい、流れがあるわけじゃない。おいしい、 EX 溜まってる。はい、走ったよ、走ったよ。暴れてくるなった、ついに。これなんとかしたいね。うわー、ちゃんと対空してくるなった。いいね、めくりで飛んで止めて。あ、仕込みが入ってない、遅れてる、展開が早すぎて。プレスだと難しいか。あるよ、いった。おお、ちゃんとカウンタックさせてる。
さあ投げて、はい、リーチ。さあ次当たればシミで勝てるよ。いや、それなんで、それでいった。当たれば勝ちだけど、また当たったまたこれマップシーマップシー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 もうわかんねえから、もうわかんねえから、もう当てみだよ。当たったら勝ち当たったら勝ち、当たればいいんだろう。よくやった川野。ファンピー側が樋口です。熊本対 TSM、 クリス CCH、 セス、セスいけんのかな、接戦わかんのかな、怪しいな。まあ梅原は結構怪しいんだけど、樋口はいけるか。勝利打ちまくったんじゃねえのって感じしちゃうけど、おお、ずっとまとわりついてるぞ。そっか、それがあるからか。ソニック、うかつに打てないのか。いいね。うまい。グリーバー。あー、いい飛び。うわー、スライディングから。さあ、来た、シェンから。あー、めくりかよ、マジか、こんなんがあるか。あー、スーパー。スーパー。あれだな、海外の公式もスーパーって言っとんだ。スーパーって言っとんだ。CA って言わんな。クリティカルアーツって言わんな。スーパー？スーパー？やっぱ超ヒーいいんだ。あー、やべ、これ強えな。うわー、これ強えぞ。おお、歩き投げ。はい、重ねて。はい、いいよ。暴れてる。 V トリガー来て、どっち発動。あー、まか飛んでくんだよな。てかね、そうなんですよ、あのソニックってね、あのじゃあガイルがね、ソニックハリケーン、その V トリガー発動するとマジでソニック打ちたくなるから、飛びポイントなんですけど、こっちのかなり打つんで、気軽に。オクラスとかもほとんどないんで、飛んでくるやつにしか。初手はやっぱ様子見の方がいいと思う俺は。ああ、中盤置いてる。ああ、いい差し返し、いいめくり、いいよ。裏剣おいしい、でかい。サーマーシュー、いいね。オクラス大事、ピヨルよ。中段、これしゃあねえな。おお、安くすんだ。いいね、重ねたね。いいね、樋口。そこで勝利食らってもいいって分かってんのが、いい。さすがです。勝利食らったって絶対死なないからね。裏剣差し返して、いいよ。あ、うまいね、しゃがみ中盤の置き方がいいね。やっぱクリス CCH 投げが来るよ、これから。おいしい、確定。このしゃがみ中盤置きがめちゃくちゃ多い。いや、中足いいんじゃない、中足で。俺、中足いいと思う。しゃがみ中盤差し返せないでしょ、多分中足。投げ多めになると思う。うん、だと思う。さすがすぐに発動して。いいね、そう、そういうこと。あ、だ、そこでソニック打つね。待ってなきゃ。しゃがみで待ってる。リーチ来た。お、いいね、いい投げ。サマソいいよ。エクソニック使いたいね。中足でいいよ。しゃがみ中盤多いから。これ飛距離ない。お、あるんかよ、マジか。これは結構減るぞ。最後の一発だから。ウィリバーいいよ。あー、やばい、次でリーチ。あー、ピョル。
頑張るか。ウィリバス、しょうがない、たまんでもな。いや、よく判断した。頑張れ、樋口、樋口頑張れ。あ、削りで終わる、削りで終わらない。たまる、たまる、もうちょいたまる。きたー、よく、いやだ、よくやった、セスナラいった。よく逆タクトをした、それすごい。樋口、男の逆タク重ねられたら終わり。どうせサマソ来るんだろうっていうことで下がって、市民に対して壊しコパン。いやーやる樋口逆タク。お前ほんと二十歳かお前、人生2周目この野郎。よくやった。おい見せろ画面。いいぞいいぞ、これってか流れ変わる位置だって、ぶっちゃけかなり流れ変わる位置だ。いいね、チャミ中盤気をつけろ、飛びと。これしゃあない、もう一発食らっとけ。ナイスガード、ガード終わった。うわうまい、差し返し。いやー投げ前広い。いいね。あっ、うわ投げ早い。さすがにバラしてきたな、しょうがないしょうがない。ここはバラしてきた。オッケーオッケーオッケー。しかも遅らずだったな、遅らずだったな。しかもやるわ。いいよ、はい、投げいいね、中盤から投げ。サマソ、そう投げいいね、そうそう、圧力。しょうがない、止めている。絶対めくってくる、絶対めくってくる、うん、下段からめくるだとか、まあしょうがない、大丈夫。いいね、これは説だったら、いったいかんか。ウィリが溜まっちゃうんだよな。そう、溜めさせない、いいよ、溜めさせない、いいよいいよ。さあリーチ、さあリーチ。いいね、チャミチューバー気をつけろ、中足にしとけ。いいね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 、おいしくいただいてる、おいしくいただいてる、超おいしくいただいてるよ。やってオッケーオッケー。ああいい体育出してくるじゃん。さあまあ絶対食らわねえなあいつ。うーわこれを投げてる、そんなことできない。おいっけ、間に合わない、オッケー。ブリバー、ブリバー、あぶれ、終わったと思っただろお前。ブリバー投げー、ウリエー、樋口これは良かった、これはすごい、お前男だわ。そうやって勝負に、勝負の世界で勝つ、リスクの先にしかリターンねえよな。そうなんだ樋口、そこで投げ重ねる、それだよ。時戸さんもそれやるよな、それよ、それやってくれるとこ気持ちいいんだよ、応援したくなるんだよ。倒すしか道はねえんだよ。そう、大会で勝つやつは本当そうだから、マジでこうよ本当に。これねちょっと若手に、まあ、俺が偉そうに言うのもなんですけど、大会見てきて行くやつが勝ってます、基本大会は。行かないやつは勝てません。絶対絶命を起き上がり壊しコパンソニックSAで決めて、その後最後ももう昇竜パナされたら終わりなんですけど、投げに行ったよね、そこの強気のあれよ。で今ずっとクリス CCH は最後のタクは全部シミーでした。最後の一撃絶対に重ねれなかった。これです、この、はい、これが勝因を分けましたね。最後の一撃絶対重ねない、あいつは 100% シミ、それも分かってたね。もう起き上がり全部暴れてたもんね。そんな弱気じゃ勝てません。あいつは勝利を食らっても重ねてました。食らったら終わりのとこでも重ねて、食らって大丈夫なところも重ねて、最後も投げ重ねて、これです。この強気な姿勢がね、いつか効くんですよ。今は完全にガイルが強いとか、ね、普通に戦い方がうまいとかじゃない。お前だから勝ったから。この勝ち方だよね。お前だから勝った。普通のやつだったら勝てるじゃないね。その熱い試合をちゃんと作る、自分でね、もぎ取るっていうのがいいよね。